あとあれ面白かったのは、ひろゆきとなんか誰かが喋ってて、宇宙人はいるかどうかって話が面白かったね。うん、宇宙人はあのいることよりいない証明するのが難しいんですよとかってひろゆきと喋って、いるよりいない証明するのが大変、いないという証明はいろんな情報を集めて集めて集めて、そこで初めていないよって言えるけど、いるは例えば俺たちが地球人がいるってことは地球も宇宙の中の一つやから、じゃあ地球と同じような国があってもおかしくないよねって言えるから、そう、あのいることよりもいない証明する方が難しいよっていう話をして、なんかほーんと思ってあの見てましたけどね。でも俺はそれはあくまで証明するという話になった時に難しい難しくないはあると思うけど、いるといないはまだ五分五分じゃね、五分五分じゃねと思う。そう、悪魔の証明の話したらそうなるかもしれないけど、でも五分五分じゃねと思うけどね。そう、面白いのがなんかあのなんかいろいろ動画見てたらへえと思って見てたんですけど、地球って丸いじゃないですか、当たり前やけど、ね、宇宙って平らしいんだよね。うん、地球、惑星ってまん丸じゃん。三角のやつとかないよ。だいたいまん丸なんですけど、地球もまん丸なんですけど、宇宙は平らっていうね。そう、調べた人がいるんだって。宇宙は丸いのか平らなのかって。今のところ、宇宙は平らなんですよ。地球は平面です。うん。丸いです。地球は平面って言ってるのは、もうそれは、バカです。それは。それは、あなたの目で見てるから地球は丸いと思わないんでしょ？だって多分あなたが歩いてる道路が平面だからでしょ？そう。あなたが今生活してるところが丸くないからでしょ？それは、ここで見てるからなんですよ、地球を。地球をここで見てるから平らに見えるんですよ。じゃあ宇宙から見たら丸く見えるじゃん。そういうことなんですよ。今俺たちは地球に住んでるから、日本に住んでるから、地球に接してるから、平らに見えるのであって、宇宙から見たらまん丸んですよ。そう。じゃあ、わかりやすく、ピンポン玉で言いましょうよ。ピンポン玉って俺たちから見たらどうですか？丸くないですか？ピンポン玉って。丸いですよね。でも、そのピンポン玉を地球として、そのピンポン玉に、これくらいちっちゃい虫がいたとして、その虫は丸く見えます。そのピンポン玉に接してるちっちゃい虫だから、丸さに気づかないで多分平らって言うんですよ。それは近いからなんですよ。それと同じなんですよ。地球規模のサイズだと俺たちって人間ってすげえちっぽけだから平らに見えてるのかもしれないけれども、引いてみたらちゃんと丸いんです。はい。だから地球を平らって言ってるやつは自分の目で見てるものしか信じてないから。バカ！これはもう先生たちも言ってるから。調べが足りん！バカです。ね。そう。で、それと同じように宇宙も確かめたんですよ。先生が。そう。で、面白いのが、同じように宇宙も確かめてみたら、宇宙は平らだったって言うんですよ。はぁ、宇宙の中にある、まあ、広い宇宙の中の太陽系があるじゃないですか。ほんで惑星、地球があるじゃないですか。地球は丸いのに宇宙は平らになるんだという。宇宙という構造は何なんだという。まあ、これやっぱ不思議ですよね。はい。うん。だからね、地球が平らはね、知能指数の低いやつが言うことです。はい。だって宇宙行ったこともねえのに、地球が平らとか何抑えてんのよ。逆に。うん、宇宙行った人が丸いって言ってんのに、宇宙に行ったこともない地球人の中の、日本人の中のちっぽけな俺たちが、何が地球は平らだよ。ふざけんなよ。宇宙行ってから言ってみ。こんなの。宇宙行っても平らだって言うんだったら、まあわかるわ。宇宙に行ったやつが丸いっつってんだろ。ポンスケは知能指数低い。だってお前名前だってひらがなじゃねえか。俺石川のり漢字だぞ。そこでもお前差で取るやないか。俺漢字だぞ、お前。漢字なんてお前小学生読めへんぞ、お前。小学生でも読めるひらがなのやつとな、石川のりの漢字どっちや、お前。なあ。小学校1年生石川の領域読めへんぞ。まあでもロマンですからね。地球は平らっていうのもまたいいんじゃない？マジな話すると。それはいいんじゃない？そう思うのはね。俺は丸いと思ってる。でね、めっちゃおもろかったのがね、動画見てね、先生の動画見てね、例えばさ、こう、四角があるじゃないですか。四角があって、例えばここを起点にした時に、こう行って回る、戻ってくる時って、一回、こう一回進むじゃん。で、一回曲がる。一回目曲がる。二回目曲がる。三回目曲がって、ゴールするじゃないですか。これが四角形じゃん。こういう風にね。うん。1、2、3と。で、こうなるよ。だけど、地球を丸いと証明するときに、例えば、北極とか南極で見たときに、北極から南極の方にスタートして、ぐるっと回ってここに戻ってくるときに、もし、地球が丸くなかったら、四角形になるんですよ。ちゃんと3回曲がって戻ってくるのに、地球だと2回なんですよ。それはなんでか。地球が球体になってるから、ここに戻ってくるときに三角形のように戻ってこれるんですよ。こうやってぐるーんと。これは地球が円を描いているから、カーブがあるから
戻ってこれるんです。そうたった2回で、うん、だそれがもう地球の丸い証明なんですよ。普通であったら無理なんですよ。こうなるから、うん、平面だったらね、っていうのを分かりやすく説明してて、もうへへへへへだよ、もうへへ。多分その動画見たら全ての平面って言ってるやつ顔がペローンと平面みたいになって、どうもすみませんでしたってなる。うん、難しいこと話すなよ。全然難しくないよ。宇宙の端っこには何があるんだろう。まだね、なんか宇宙は大きくなってるらしいです。うん、あ、ちなみに30億年後は地球なくなるっすね。そう、まあ俺たちは生きてないんですけど、30億年先ぐらいには地球はなくなるんで。それなんでか知ってます？なんで30億年後に地球はなくなるかっていうと、太陽が死ぬからですね。太陽は死ぬ前に大きくなります。膨張します。ブワーって膨張して最後パーンってなくなるから、その太陽が大きくなった時に地球が飲み込まれるんだよね。なのでそのタイミングで地球はどっちにしてもなくなるので、まああと残り30億年ぐらいだね。うん、だからこれから先どうするかってところが面白いよね。その太陽にガスを送り続けて太陽の寿命を伸ばし地球は長生きするのか、地球という星を捨てて他の星に移住するのか、どうするかってことなんですよ。もし30億年後もその地球人ないしそれに近い生物が生きてるとしたら、どういう選択をするのかというところやね。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you! よし。